ームペイントで色塗りをしてイラストレーターの使い方を練習しています。簡単に塗れるので良い機能だなって思って使っています。ただ難点を言わせていただくと、拡張を実行した後色がパスごとに分離されており、これを色ごとにグループ化させるのは至難の業です。